こんにちは。シゴスピチャンネルの管理人ことスピリチュアルの語り部、天心です。シゴスピラジオはスピリチュアルにまつわるあんなこと、こんなこと、世の中にあるこんなことは、スピリチュアルという視点で見たらどのような意味があるのといった内容で話していきたいと思います。今回のテーマは、本当に厄介な呪いとはということでお送りしたいと思います。はい。今回呪いというちょっとね、おっかない感じのキーワード出てきましたけども、まあ呪いと言いましてもですね、なんとなくおどろどろしいイメージがあってあれなんですけども、まあ先日ですね、呪縛観念というお話をしましてね、呪縛っていう言葉はまあ自分自身を縛って動けなくさせるものだというふうにまあ定義したわけですけども、呪縛という言葉は呪うという言葉が入ってますよね。まさに呪いっていうのは人を動けなくさせてしまうものが呪いなんですね。で、呪いっていうのは自分を動けなくさせている状態、つまり自分が動かなくなってしまう、動けなくなってしまう、呪縛観念が入っている状態がもう呪われている状態なんですね。じゃあこの呪いって誰がかけてるのかっていう話なんですけど、なんとなく呪いっていうと他人からね、かけられるってイメージがあると思うんですね。ところが本当の厄介な呪いっていうのは実は自分でかけているんだということが実は言えるんですね。一番自分を呪っているのは自分自身だと。これが一番厄介なんですね。他人の呪いっていうのは他人の呪いを例えば解除する方法とかね、あるいはそれを防ぐ方法というのはあるんだけども、自分で自分に呪いかけてるのって結構無自覚であることが多かったり、永続性があるじゃないですか。自分でやってることだから、自分でやってることってなかなかやめられないですよね。他人だったらその他人がね、もうそういうの飽きちゃうこともあるかもしれない、飽きちゃうというか、なんか恨みの持ってたことが解消されればやめるかもしれないし、あるいはそういうね、こう対処することによって、まあ呪詛返しじゃないけども、そういうことによって対処するとかね、方法はあるんですけども、自分がかけてる呪いは自分でかけてるんで、どうしようもないですよね。自分にかけた呪いを呪詛返ししても自分にまた返ってきて永遠に終わらないというね、そういうことでございまして。自分が自分にかけてる呪いが一番厄介なんだよということが言えるんですね。じゃあどうやってこの呪いを対処したらいいか、自分で自分に呪いをかけてる場合どうしたらいいか、ね、これ簡単ですよね。考えるまでもなく、自分で自分に呪いをかけてるんだからやめたらいいわけです、ね、じゃあ自分で自分にかける呪いってどんなことかっていうと、簡単に言えばネガティブな自分というものをものすごくこうね、リアリティを持って思ってしまうということなんですね。簡単に言えば自分でダメなやつだって思うだけでも、それは自分に呪いをかけてることになるわけですね。言葉に出さなくてもそう思うだけでそうなわけです。で、私もね、いろんな人とまあこういろいろと、まあ、インターネット上ではありますが、交流をしているわけなんですけども、交流をする際に、ね、いろんなメールを受け取ります。で、そのメールの中にはですね、もう結構自己否定のオンパレードという、ね、方もいらっしゃってですね、私はこういうところがダメで、ああいうところがダメで、ね、もうこんな私ですがどうぞよろしくみたいなね、まあ、謙遜して、あるいは謙虚さのつもりでそうおっしゃられてるのかもしれませんけども、はっきり言ってその言葉自体が呪いなんですよね。他人から言われたらかわいそうだなと思うんですけども、自分で自分にそういうふうに言っちゃってるってことは、もう自分で自分に呪いかけてるから自己責任なわけですよね。ところがこれをやめない限りですね、その人の状態って改善されないので、これをまずですね解除しないといけないんですけども、なぜ厄介かというと、この呪いかけてる人はその自覚がないと、自分に自分を呪いかけてるなんていう自覚がないと、あるいは自覚があってもですね、なんとなくやめられないということで、ね、続けてしまうんです。そういう方ってなかなかね、いろんなね、霊的なメソッドによって施しをしたり、いろんなお話をしてあげてもですね、気がつけば、でも、いろいろとなんか希望のあるね、話を聞けた、ね。そうしてこうと思うんだけど、でもそんな自分がこんなだから、でもそういう話を聞いても、ね、できないんだとかね。自分にはそういうことはできないんだ、みたいなね。どんなにいい話を聞いてもですね、そういう方向に行こうとしても、いや自分はどうせできないだろう、自分には関係ないだろうとかね、どうせ自分は何を聞いたってダメなんだよみたいな感じの、ね、言葉はいろいろあるかもしれないけども、そういう自分を否定するようなね、言葉、
あるいは考え、思い、それによって自分を呪ってるわけですね。じゃあこれどうやってやめるかっていうと、一つしかなくて、まず自分を疑ってくださいと。っていうとですね、あ、ますます自分、私はいつも自分を疑ってます、自分はどうしようもないですとか言う人がいるんですけど、そうじゃなくて、自分を否定しろって言ってるんです。自分を疑うというのはネガティブなことを考えている自分を疑ってほしいんですね。ネガティブなことを考えている自分は本当の自分だろうかと。この考えは本当に自分の考えなんだろうかって。先ほどもちょっと言いましたけども、前回話したように呪縛観念って結構我々には埋め込まれていて、気がつけば自分自身にこう悪口を言うようなね、自分自身を否定するような言葉をですね、いっぱい思い浮かべていることがあって、その言葉によって思考している場合があるんですね。で、その思考っていうのは実は本当の自分の意思で思考してるんじゃなくて、もうなんかルーチンワークじゃないですけど、なんか気がつけばその言葉が浮かんできて、その言葉がネガティブな言葉で、で、それをついつい心の中でつぶやいているということもあるんですね。だから、自分ってダメなやつなんだっていうね、思いや、あるいは言葉が浮かんできたら、この言葉やこの思いは本当に自分なのかっていうね、本当に自分そう思ってんの？そんなんじゃないって本当は思ってるんだけど、なんかわかんないけど、反射的に、ある種脊髄反射的にね、何かあるとすぐにそういうふうに考えるように、なんか反射的にそういうふうに思ってるんじゃないかっていうふうに、ね、一旦自分、そのネガティブな自分を疑ってほしいんですね。本当にこう考えてる自分は自分なんだろうか、本当の自分の意思なんだろうかって。意外にこれね、そういうふうに思った瞬間に、あれってね、あ、そういや、なんか、そんなふうに思う必要もないかもしれないなとかね、一旦こうちょっとね、自分に対して、ネガティブな自分に対する疑念、疑問ね、本当かなっていうね、今の自分本当かな、これは別にそのネガティブもそうだし、あまりにもこう、なんですかね、大げさに物事を捉えて感情的になってる時にもちょっと有効ではあるんですけども、とりわけネガティブな時、ネガティブなことを失敗して、うわーっと思ってる時でも、失敗して、したことによって、こう、で、自分を責めてるんだから、正しいだろうと思うかもしれないけども、そんなに責める必要あるとかね、そんなに恥じる必要ある、大したことないんじゃないかっていうふうに、自分のネガティブな思いを一旦否定してみ、否定するとか、自分のネガティブな自分を疑ってみてほしいんですね。この習慣つけるだけで、ちょっと緩和していくんですよね。自分に対する呪いの かける強度みたいなものが。で、最初からその呪い、自分自身に対するネガティブやめろってもね、なかなか難しいと思うんですけども、この自分のネガティブな思いが浮かんできたときに、それを疑うっていうことを決めておくと、パッと、あ、自分ダメだと思った瞬間に、あ、でも本当にっていうね、ワンテンポ入るだけで、だんだんこう、自分に対する呪いのルーチンが緩んでくるんで、それをやっていくことによって、自分に対する呪いというものがだんだん緩和されていくと。そうするとですね、だいぶですね、こういろんなね、霊的メソッドしかり、それ以外のね、方法論においても聞きやすくなるんですね。だから何をやっても、いろんな、例えばいろんなこと試したけどうまくいきませんっていう人は、実はこの自分にかけている厄介な呪いがあって、うまくいってないっていうケースもあるので、まず本質的にこれを解決していかないと難しいと。いろんなところもあったんです。いろんな先生を訪ねたんですとかね。いろんな方法論を試したんです。でも変わらないんです、ね。自分はもうダメなんじゃないでしょうかとか言ってくる人ね。それはそのダメなんじゃないかと思ってる自分というものが実は呪いなんだよと。自分でかけてる。自分で自分にかけてる呪いなんだよということをまず一つ気づいてですね。そういう思いが湧き上がった瞬間にその自分が本当の自分かっていうふうに疑いの、ね、疑問を投げかける。で、自分のネガティブな自分に対してですよ。ポジティブな時はいいと思うんですよ。ポジティブな時はどんどんポジティブになっていけばいいと思うんで、ポジティブな時にこれやっちゃうと、せっかくこう前向きになろうとしてるのに潰れちゃうんで、ネガティブな自分が浮かんできた時に疑問を持つ。ね、ワンテンポ置いて疑問を持つ。これでだいぶ緩和していくと思います。まあそんな感じでですね、結構本当に厄介なんでね、この呪いって。自分で自分にかけてる呪いはね。なので本当にね、これはね、解除していかないと、何やってもダメっていう風になってしまうので、今回また本質的な話ということで、
本当に厄介な呪いとはということでちょっとお話をしてみました。ということで今回もシゴスピラジオを聞きいただきましてありがとうございました。シゴスピラジオでは触れてほしいテーマ、スピリチュアルに関する質問などを募集しています。投稿先の詳しい情報は概要欄に書いてありますのでよろしければ読んでみてください。概要欄は動画下説明書きのところになります。ブログ、ツイッターなども情報発信していますのでそちらもフォローよろしくお願いいたします。またシゴスピチャンネルのチャンネル登録もよろしかったらお願いいたします。ではまた次回のシゴスピラジオでお会いしましょう。さようなら。